曙の遊園地で大魔術大会が開かれた。悪魔くんたちは不思議な術を使うピエロの笛に誘われ、お化け屋敷に足を踏み入れたが、そこは地獄への落とし穴だった。そして地獄には亡者どもを支配する六論妖怪が悪魔くんを狙って待ち構えていたのだ。この六論妖怪と対決する悪魔くんとメフィストの運命は、次回悪魔くん六論の踊りにご期待ください。君も悪魔を呼び出すことができる。地獄の釜から抜け出した妖術師バラモンはこの世に悪の限りを尽くす。こんな奴に不意打ちを食らったのではいかなるメフィストもたまらない。メフィスト危うし、頑張れシンゴ。山津波、地割れ、岩返し、バラモンの妖術とメフィストの魔力の必死の決闘は続く。メフィストの運命はこれで終わってしまうのだ。いな、不死身のメフィストがいかなる魔力を使ってこの戦いに勝つか。次回悪魔くん妖術師バラモンにご期待ください。山に起こった異変を調べに出かけた悪魔くんとメフィストは、途中異様な寒波に見舞われて山小屋に避難した。その夜、二人は山小屋の娘に化けていた妖怪に襲われた。それは恐ろしい雪女だった。変幻自在の妖怪を相手に悪魔くんとメフィストは前線検討。しかし執念深い雪女の襲撃にたちまちピンチに陥った。次回悪魔くん怪奇雪女にご期待ください。遠い山奥の恐ろしい魔の森に迷い込んだシンゴたちは、親切な村の娘オタミに助けられ、荒れ果てた不気味な旅籠に一夜の宿を取った。その夜、出刃包丁を研ぐ鬼ババ、人間の生き血を吸って生きるという鬼ババアに苦しめられる村人たち、危うく生贄にされそうになる娘福子、鬼ババアとメフィストの息を呑む凄まじい一騎打ち、大活躍するシンゴたち。次回悪魔くん呪いの森の魔女にご期待ください。10万メガトンの破壊力を持つ巨大な化け蜘蛛が現れた。彼は人を殺し、家を壊し、暴虐の限りを尽くす。なぜこのような化け蜘蛛が現れたのか、なぜ彼は人類に挑戦するのか、なぜ彼は文明を破壊し尽くすのか、それは全く謎だ。シンゴとメフィストは立ち上がった。シンゴの英知とメフィストの魔力の限りを尽くして必死の戦いは続く。二人の力の限りを尽くして必死の戦いは続く。次回悪魔くん化け蜘蛛にご期待ください。500年の暗黒の淵を生き延びたカマキリ仙人がこの世に帰ってきた。その鎌の威力は天を揺るがし、地を裂き、巨大な木をも倒す。強力な妖術を持つカマキリ仙人、彼は昔の恨みを晴らすために、今やシンゴとメフィストはこのカマキリ仙人を倒さねばならぬ。シンゴの英知とメフィストの魔力、相呼応する二人の力がカマキリ仙人に対決する。危うしシンゴ、危うしメフィスト。次回悪魔くんカマキリ仙人にご期待ください。